おう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 、あやねにした。なるほど、メガネ、メガネあやねと。そしてディレクターはレイファン。あの、しかもちょっと 髪型変えてきましたね。ちょっと変えたストレートのレイファンってことですね。やっぱお好きなんでしょうね、ストレートの。あやねもメガネかけてます、ね、あやねもメガネかけてそういうちょっとアイテムのありますよね。あの今回また、うん、あの今まででも髪型変更ありましたけど、はい、あの決定ボタンによって髪型変更できるようになってますから、はい、なるほどなるほど、はい、なるほど。じゃあもうキャラクター愛があるみんなにはもうバッチリじゃないですか。そうですね、はいはい、そんなこと言ってる場合じゃないですよ。じゃないですね、だいぶ一方的に、ね、だいぶ一方的にシンボリディレクターがとりあえず1本目は取らせるパターンですね、まあ、そうですね、はい、シンボリディレクターぐらいにもなると、そう、とりあえず出方伺ってね、一本二本は取られて当然みたいな、浮いてますよ、浮いてますよ。助けてください、浮いてますよ。なるほどみたいなことね。まあしかもレイファンだったらね、ここ全部こう、ユウ選手は技してれば取れるはずです。そしてコンボつなげる、入った、ね、全部入った、レイファン。さあシンボリさんも頑張ってほしい。どうなる？いや、お互い前だから、嫌な前だから。さあここでシンボリディレクターが、はい。コンボが、うわー、コンボが入らない、惜しい。いや頑張った、ガードお互い前を取って緊張感、惜しい。ここはちょっとシンボリディレクターに頑張ってもらいたい。まあここからですよね。さあここから、ここからがシンボリディレクターの本領発揮なるはず。いやいいよ、力強い、ね、さあここは前を取ってお互い優雅。いや、シンボリディレクターが力確実に入れてくる、ナイスキャッチ。そして裏に回って、まあこれですよね、大ダメージ、ね、お、これだ、大ダメージ。さあそして背景がぐらりと揺れて、ここはシンボリディレクター勝ちたいところ。勝ってね、ここってくれるでしょ、負けないでね、勝ってね、ナイス。おー、一本取った、ちょっとガチです、ガチです、本気です、ガチです。さあここは勢いに乗りたいところ、シンボリディレクター頑張って、頑張ってよ、本当に本当に頑張って、はい、どうだろう、中の硬い、ユウが硬い。さあナイスキャッチ、そして今度はユウのあやめが容赦なく、いやシンボルディレクター返す、いや取られた、逆に取られて、ユウの勝ち。